こんにちは。今日もタバクックの時間だよ。はい、ということでですね、今日はこちら、こちらですね。こちら材料で作るものといえば、ピーン、そう、筑前煮です。こちらの材料を使って今日は筑前煮を作っていきたいと思いまーす。では早速調理し、はい、では早速作っていきたいと思いまーす。はい、まずちょっとフライパンに火つけます。ちょっと油引きます。はい、ではね、具材をまず炒めていきます。はい、まずね、こちらです、鶏もも肉です。鶏もも肉ね、大きさは一口大ね、食べやすい大きさに切ってください。では炒めていきます。はい、今鶏肉の方ね、炒まってきましたので、炒めた具材を、隣のね、鍋の方に移していきます。はい、では次に野菜の方を炒めていきます。今日用意したのは、レンコン、人参と、ごぼうと、あとこんにゃくですね、こちらですね。ではこちらの方を炒めていきます。ちょっと油を浮かします。では炒めていきます。全部いっぺんにいっちゃいます。ちなみにですね、これ筑前煮のですね、由来というかね、語源ですかね、は鶏肉と人参、ごぼう、れんこんなどをね、油で炒め、砂糖、醤油で味付けして煮詰めたものを筑前煮というそうです。筑前地方、どこですかね、筑前地方の郷土料理が、ガメ煮というそうですね。まあ、一応筑前煮の由来としてはこのような感じになってます。ちょっとお願いします。はい、野菜の方もね、だいぶ炒まってきましたので、ではね、鍋の方に移っていきたいと思います。はい、今はね、こちらね、こんな感じになってます。はい、ではね、煮ていきたいと思います。はい、まずね、こちらですね、こちら水ですね。今日は 400cc、 約 400cc の水用意してます。で、入れていきます。で、続いて料理酒、こちらね、料理酒入れていきます。はい、こちらね、料理酒、料理酒ね、50cc です。50入れていきます。で、続いてみりん、こちらね、みりんの方入れていきます。はい、こちらね、みりんね、みりん100です。100入れていきます。そこへお砂糖ですね、お砂糖を入れていきます。お砂糖の方ね、小さじですね、小さじで、1杯、2杯、小さじ3杯ぐらいですね。はい、3杯入れていきます。で、あとそこへお醤油ですね、醤油入れて
醤油で、こちらね、はい、醤油ですね。醤油100です。100入れていきます。で、あと、ごめんなさい、ちょっと順番逆になっちゃいましたけど、本出汁ですね、ごめんなさいね、出汁の素、本出汁入れていきます。で、本出汁の方は小さじで、小さじですね、1杯、小さじ2杯ほどですね。では火かけていきます。ではね、ちょっと炊いてきます。はい、今こちらがですね、だいたい中火と弱火の間ぐらいで15分ほどね、煮詰めたものになります。煮汁がだいぶ減ってきました。ここの辺まで減ってきたら、あと最後ね、ちょっと強火にします。で、ちょっとね、つゆの方だけ煮詰めるイメージでちょっと炊いていきます。ちょっと強火でね。あと、もう具材にはね、具材は煮えてますので、あとちょっとつゆを煮詰めてきます。はい、今ね、強火でね、約3分ぐらいですかね、煮詰めました。では一回火止めます。では今ね、このような感じになっております。だいぶですね、煮汁の方も減ってですね、汁の方も減って、色もね、ちょっと照りが出てきましたのでね、ここまで来れば完成になりまーす。あとは、そうですね、味を落ち着かせるために、あと20分から30分ぐらいちょっと冷ましてね、落ち着かせるとさらに美味しくなりまーす。ではもう少々お待ちください。はい、お待たせしました。今ね、こちらがね、さっき炊いたものを約、そうですね、20分ぐらいちょっとね、冷ましといたものになります。はーい、ではね、盛り付けていきまーす。はい、今こちらで盛り付け終わりました。はーい、こちらで筑前煮の完成でーす。どうですか、この色照り、美味しそうですね。ではいただきまーす。